どうも、石戸です。さあ、研修医生活59日目。本日は6月30日。この日はどんな一日だったかというと、初めて予診を取った一日でした。その内容についてお伝えしたいと思います。さあ、研修医生活59日目。精神科を回って3日目ですね。この日は僕、何をすることになってたかというと、予診を取る1日でした。予行演習のように、診察の診って書いて予診って言います。まあ、あらかじめ診察するってことですね。つまり、精神科の先生が診察をする前に、患者さんがどういう状態なのか聞いて、カルテに書いておくっていうのが予診になります。この予診、結構患者さんの情報を聞くんですよね。マニュアルには30分ぐらいで終わらせてくださいって書いてるんですよ。30分で終わらせるって結構な量じゃないですか。すぐ先生が見て3分で終わりっていうこのご時世に30分ぐらいで終わらせてくださいっていうのは結構な量だと思いません？そしてこの予診は30分じゃなかなか終わらないんですよ。それぐらい聞く項目がね、たくさんあるんですよね。で、精神科って本当にすごくて、組織としてしっかりしてるってのは昨日お伝えしたじゃないですか。予診もそうで、この研修医の力量に差が生まれないように、こういうことを聞いてくださいってのも決められてるわけですよ。どういう悩みで行きましたかとかね。他にご家族で同じような病気ありますかとか、過去にどんな病気しましたかとか、兄弟何人いますかとか、生まれた時に何グラムで生まれましたかとか、何かその異常指摘されたことありませんかとかね。そういうのをね、聞く項目がめちゃくちゃたくさんあるんですよ。それを一つずつ聞いていくっていうのをやるのが、この予診なんですね。で、聞いて書くんですけど、そんなこう聞いてパッと答えて終わりみたいな形じゃないわけですよ。どういうことかというと、まず覚えてないって可能性がありますよね。だって生まれた時何か異常指摘されましたかって言われて、70ぐらいの人に言われて、生まれた時何かって言っても分からないですよね。お母さんは分かるかもしれないけど、本人はなかなか分からなくないですか？実際僕も自分が何グラムで生まれたか正確なこととか覚えてないですし、生まれた時に異常があったかなんか知らないですからね。あーけどこういうことを聞いた気がするとかね、そんな風なことを聞きながら、それってどういうことですかっていう風に聞いてたりしますね。あと患者さんって病名は詳しく知ってるわけじゃないじゃないですか。あ、なんか腎臓が悪くて入院したことがあるとかね、そういう風な言い方するので、どういう症状でしたかとかいう風に聞いて、あ、こういう病気じゃなかったのかなっていう風に書いたりするわけですね。そんな形でこう一つの質問に対して、こう一つ質問が返ってきて、はい次この質問、はいこの答えみたいな感じで、こうピッ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 っていう風に返ってくるわけじゃないわけですよ。なのでその状況を聞きながら、その予診のカルテをまとめていくっていうのをしてたら、まあ、30分から1時間ぐらいはかかりますね。ただ診察が後に控えてるので、そんなに予診で時間取ってほしくないので、30分ぐらいにしておきましょうみたいな風にマニュアルに書かれてるんでしょうね。という形で、この日は予診を取ることになりました。まあ、僕の場合は、ね、来られた方が若い方だったので、比較的に早かったです。というのも、歳を取れば取るほど過去の病気って増えていきますよね。とか今飲んでるお薬とかも増えていきますよね。なので聞く内容というのがこうボリュームが上がってくるんですけど、僕の方は若かったので聞く内容ってのは少なかったですね。であと若い場合ってのは同伴者もご家族の方がいらっしゃったりするので、ご家族とも話をしながら聞くことができるので、初めての予診にしてはすごくやりやすい予診だったと思いますね。で、予診を書き終わった後、診察があるまで待ちの状態になります。先生も受け持ちの患者さんがいらっしゃいますからね、すでに予約を取られている患者さんを全て見終わって、その後でその新しい患者さんを診察することになります。なのでこの間っていうのは待ちの状態になりますね。で、その先生が僕の予診のカルテを見て、これから診察しますってことで電話をいただいて、で僕と先生で一緒に診察するって形になります。まあ、もちろんね、その時には僕は後ろでね、こうついてるだけです。診察されてる様子を見るっていう形になりますね。これが予診の流れになります。で、精神科の場合は予診する人が一人だけじゃなくて複数いるんですね。順番に回っていく形です。例えば予診を担当する先生が3人であれば、1人目、2人目、3人目、そして4人目の患者さんは最初の1人目が担当するって形でこう回っていくって形ですね。予診をいろんな先生が担当していくって形でやっていきます。まあ、すごくね、やってみてなんか医者になったなって感じがしますね。まあ、聞く項目はあるとはいえど、その部屋の予診の空間にいるのは僕と患者さんしかいないわけです。他の先生ってのは誰もついてません。そんな中でね、自分で話を聞いてカルテに書いていくっていうのはこう医者になったなっていう気がしますね。1ヶ月間あるので、質問の仕方によっても聞けれる情報って変わってくると思うので、どういう風にやっていけばいいのかっていうのはね、考えながらやっていきたいと思います。なるほど、初めての予診お疲れ様でしたと思った方はね、ぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また石戸のイテレでは僕の研修生活の模様をお届けしております。その他にも学びになる動画を上げております。まだチャンネル登録してないよって方はね、この機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、そちらの方も良ければぜひチェックしていただけたらと思います。概要欄の方にリンク貼っておきますので、良ければぜひチェックしてみてください。特に Twitter の方最近頑張っているので、覗いていただき、良ければぜひフォローしていただけたらと思います。はい、
ということで本日は初めての予診を行ったっていう話をさせていただきました。予診が終わった後は担当している患者さんのところに行ってお話聞いてカルテを書くっていう形を取らせていただきました。精神科の場合は何かこう主義があるっていうよりかは患者さんと話すってことがメインになるので、せっかくね1ヶ月もあるのでしっかりねコミュニケーションを取りながらうまく患者さんと話していけれる方法みたいなのを意識して学んでいきたいなと思います。すごくねこの予診やってみてなんか医者になったなって感じがして嬉しかったですね。これからも予診頑張って取っていきたいと思います。それでは本日はここまで、また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。